こんにちは、えー、坂本ですこの度はですね、実験の方、ご参加いただき誠にありがとうございます。えー、実験当日までにですね、少々あの準備していただきたいことというのがございまして、それを説明するために、こちらの動画を作成しております。えー、というのはですね、えーと、Zoom を使って実験を行うんですが、 っと皆さんの音声、喋ってる音声を録音していただきたいんですね、ご自身で。で、そのために、えっと、皆さん共通の、えっと、無料のソフトウェアを使ってやっていきたいなと考えているのです、ね、すそちらの方を今日はご紹介させていただくので、えっと、実験当日までに設定をしていただいて、まあ、実験の時にも確認するので、 えとそれままでにやっていいたただけたらなと思いますでおそらくそのタイトルに書いてあると思うんですが、この動画は、えっと、Mac、えー、Apple 社製のパソコン、MacOS が入っているパソコンの方に向けての動画なので、もし Wind Windows、WindowsOS の入っているパソコンを利用している方が、この動画をもし間違って、えー、私が送ってしまった場合は、えー、違うよっていうふうに私に、違うに伝えてください。よろしくお願いします。 はい、でえ今回使うソフトがですね、えっと、オーダーシティっていうソフトで、オーダーシティっていうふうにちょっとネットで検索、お使いのブラウザで検索していただいて、ですね、えー、とこんな感じで、はい、出てきますで、えっと。英語で出しても日本語で出してもまあそんな変わらないんですけど、 僕は日本語の方が分かりやすいので、ちょっと日本語でやりたいと思います。えっ、ー、と、オーダーシティ、この窓の森かなっていうところから、えぇ、ー、こう、こうダウンロードって出てくるんですけど、この窓の森の、ここからダウンロードするのではなくですね、ここからダウンロードすると、あの、Windows 用の、えー、と、ものになってしまうので、えー、ちょっと下にスクロールしてですね、そうすると、こう、公式サイトっていうところが出てくるんですね。なので、この公式サイトのところをクリックしていただくと、 公式のオーダーシティのサイトに飛びます。で、えー、ここの、このサイト、この画面で、えー、このダウンロードオーダーシティっていう、ここを押してもらうとダウンロードに進みます。今これ画面何も残らない、起こってないんですけど、多分そのうち変わって、あ、来た来た来た、えー、っと、えー、っと、こういう風にですね、ちょっとこれ、こ,この方が分かりやすいか、えー、こういう風にですねあの、このファイルを開くっていう風な。 メッセージがこれもダウンロード終わってるので出てくるので、まあ、このままアプリケーションで開く。で、えー、OK を押していただくと、えー、こういうふうに開いていますというふうに表示されて、こういうふうにあの出てくるので、このオー d ー c i t y って書いてあるのをこのアプリケーションの方に移してください、えー。これが終わったらですね、ダウンロードが終わっても使えるようになるので、ではいよいよオー d ー c i t y の方を開いていきたいんですけれども、はい。 えー、ダウンロードしていただくとですね、あのこのファインダーの、えっ、ー、と、アプリケーションですね、アプリケーションフォルダにあります。もしくは、この、なんだ、このランチパッド、このロケットのマークのところをですね、開いていただくと、まあ、入ってるいろんなソフトがこう出てくるので、ここに、えー、っと、どこだっけな、こうですね、オーダーシティ、このヘッドホンがこう赤い、なんかこう、ビビビビって、こう、なんていうんですか <laughs>。 波線でつながってるみたいなあーマークのをクリックしていただくと開きます。それで、えー、っと、これはまあ、OK をしていただいて、えー、っと、設定していただきたいところ、確認していただきたいところっていうのがありまして、まずは、えー、っと、このマイクのマークの右隣にあります、あの、こちら、えー、録音デバイスって書いてあるんですけど、えー、っと、ご自身の お使いのパソコンに、えー、こう入ってる、えー、マイク、内蔵のマイクだったり、えー、ヘッドホンのマイクだったりいなんこう、こういうマイクだったり、いろんなマイクがあると思うんですけど、つながってるマイクを選択してください。私が使っているマイクはマイクロフォンって出てくるので、マイクロフォンにして、で、えっと、もう一つ設定していただきたいのがですね、こちらの、えっと、モノラルとステレオっていうふうに、 えっと、なってるんですが、お使いのマイク、あとはパソコンのマイクとかが、えっと、ステレオ録音ができるものであってもですね、えっと、皆さん、このモノラルにしていただくようにお願いします。そうじゃないとちょっと実験の方で、えっと、不都合があるというふうに伺っているので、えー、モノラルにしていただきたいと思います。はい。えっと、それでは、あまあ、じゃ実際に録音してみ、えー、ようということなんですが、 えっとまあ、録音の手順としては非常に簡単で、この赤い丸いボタンをですね、えー、クリックしていただくと、こういうふうに今、喋ってるのがこのちょ,っとこう、まあ、ちょっとタイムラグがあるんですけど、こう波形になってここにこう現れてるんですね。で、これがまあ出てればちゃんと音が入ってるぞというのがまあ分かりやすいかなと思うんですけどね、これ、だからマイクにこう、マイクがこう近づいてくると、多分波形も大きくなると思います。はい 若干ですけどね。えっ、ー、と、そんな感じで。で、停止するときはですね、この四角い停止の、えー、ボタンをこう押していただくと止まります。はい。これで、えー、録音の方はあ問題ないです。まあ、実際に実験を行っているときはですね、あの、ズームの画面の方をですね、えー、見ていただくことになると思うので、ここの録音している画面は、まあ、見ていただかなくて、えー、大丈夫です。そして、えっ、ー、と、次にじゃあ、この録音データをどうやって出力するかという話なんですが、 えっと、この上の方にありまして、このリンゴのマーク、オーダーシティファイルとか編集とかいろいろ書いてあるんですけど、これのファイルのところをクリックしていただいて、で、書き出しを選択してください。これ、このままカーソルをこのままここに置いとくと、こうなんかもっと右側にいろいろ出てきてて、ここでいろいろあるんですけど、上から2番目、WAV、WAV として書き出しっていうものを選択していただきたいです。 でそうしますと、こういうふうに、こう、タイトル。まあ、何か分かりやすい。ご自身が分かりやすいタイトルをつけていただいて、はい。送っていただければいいので、そうです。まあ、分かりやすいともにしますかね。えっと、分かりやすいにしていただいて、で、まあ、分かりやすい、なんでしょうあの。デスクトップとか、えっと、多分メールで送っていただくことになると思うので、あのその時に、まあま、あ他のとを混ざったりしない。 いいところに、まあ、とりあえず保存を押していただいて、ここは特に何も選択せずに、そのまま OK を押していただくと、私は多分デスクトップにしたてこれですね、この分かりやすいドットワブ、これですね、えっと、この、こういうふうにこう保存ができます。で、えー、メールでの送信についてはですね、えー、っとまた実験の際にご連絡させていただければなと思いますので、えー、このような準備の方をしていただきたいと思います。 えー、またですね、えー、と実験、一回、のこのオーダーセティを実験の際にまた起動して、設定がもしかしたら変わっているかもしれないので、それはまたあ実験の際にも確認したいと思うので、えー、ご安心ください。またわからないことがありましたら、何かご連絡いただければお答えできます。それではですね、実験当日もどうぞよろしくお願いいたします。